イングリッシュウォーター・スパニエル・イングリッシュウォーター・スパニエルは、イギリスのイングランド原産の犬種である。単に、ウォーター・スパニエルと呼ばれることもあるが、多種のウォーター・スパニエルと混同するため現在はあまり、使用されていない故障である。別名は、フィンダー本種は、カーリー・コーテッド・レトリーバーの先祖でもある。老いたちについては、記録が残されていないため、はっきりしたことはわかっていない。 少なくとも16世紀には、犬種として存在していて、イングランドでは、人気のある犬種であった。犬種名に、スパニエルとつくが、体のサイズと刺激はレトリーバーである。漁師によって撃ち落とされた鳥を回収したり、水中に設置された網や船上から海中へ落として、しまったものの回収も行っていた。19世紀になると本種に、セントジョンズ・ウォータードッグなどを交配させ、 カーリー・コーテット・レトリーバーが作出された。すると本種は次第にそれに人気を奪われて仕事を取って変わられるようになり、頭数が減少した。しかし、その後もドッグショーに出るなどしておよそ100年の間生き続けた。原産国のケネルクラブに最後に登録されたのは1886年で、1893年に絶滅寸前になった。 ワーキングドッグとして使われていた犬たちも19世紀頃に死に絶え絶滅が確認された。レトリーバータイプとスパニエルタイプの中間の犬種でカールしていて油っぽく水をよく弾くロングコートが一番の特徴である。このコートは二重構造になっていて厚く断熱性が高い。毛色はホワイトレバー。大きめのタレ耳、サーベル型のタレオにこのような飾り毛がある。 泳ぐことが得意で少しならば潜水もできる。サイズにはラージとスモールの2タイプがあり、ラージが大型犬相等の大きさで、スモールが中型犬相等の大きさであると言われている。性格は忠実で、温は従順でおとなしい。しつけの飲み込みは早く、仕事をすることが大好きである。ありがとうございます。